やはりちゃんです。今回の企画はですね、私がせいちゃん好みの女性になってイメチェンして帰ってきたら、せいちゃんは一体どんな反応するのかっていうのを今回撮っていきたいなと思います。で、今日ですね、私せいちゃんに内緒で美容室に行ってきました。で、髪をちょっと黒っぽくしてきたんですけど、実はせいちゃんはギャルが好きなんですよ。なんか黒髪でロングで綺麗めなお姉さんが好きってずっと言ってるんですけど、私はジャンル的にそっち系じゃないんですけど、今回はそのせいちゃん好みになって帰りたいなと思います。で、せっかく髪色も変えたんだったら、まあ、全身も服もちょっと変えたいなと思って、今ショッピングモールに来てるんですけど、前々からせいちゃんがりっちゃんにこの服を着てほしいみたいなことを言っていた服があるので、それを買ってそのまま着て帰ってせいちゃんの前に行ってどんな反応するのかっていうのを今回撮っていきたいなと思います。それではスタート。はい、ということで今こっそり帰ってきたんですけど、せいちゃんの好きなコーデこんな感じです。このね、肩が空いてるのが大好物らしいです。下のスカートはね、マンメイドになってて、でフレアスカートになってて可愛いんですよ。こんな感じで大人っぽい感じの服装を買ってきました。カメラはもう出る前にセットしてあるので、あとは突撃していくだけです。それではレッツゴー。ただいま。あれ、そんな服だったっけ。え？どこが変わったでしょう。え、待って、まず服でしょ。服、はい、次は髪だ。黒くなってる。ピンポーン。かわいいじゃん。かわいい。え、覚えてる、この服覚えてる。これ、あ、これあれか、これ俺がさ、もう何回もさ、これ買いなよみたいなこと言ったやつ。そう、買ってきちゃった。かわいいじゃん。え、ま、なんで、なんか全然あれ、なんでこれさ、ずっとさ、これ着てほしいって言ってたじゃん。で、ずっと悩んでたじゃん、私。いや、だからせっかく髪色も変えたし、え、じゃあ服装も変えようかなと思って。え、試着して帰ってきたの。そう。マジ。そう、試着してね、このまま着て帰っていいですかって言ったら、あ、いいですよって言ってくれて、値札着てもらって、もう帰ってきた。どうですか。かわいいね。いや、なんかこういう格好さ、あんましないじゃん。なんかちょっと恥ずかしいんだよね。恥ずかしい、どこが恥ずかしいんだ、言ってみる。いや、言わなくても分かるでしょ。すごいね、ここ俺の大好きなポイント。そう、大好きなポイントだね。これ知ってた？これさ、こうだと思ってたじゃん。こうじゃなくても着れるんだよ。こうやって、ここをこうやって隠して。あ、ダメ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 ね。ダメ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 ね。ダメね。だから肩出す、私みたいに肩出すの恥ずかしいっていう人はこういうふうに、こういうふうに隠しても着れるって。あ、ダメダメ。かわいいけど、やっぱ、なんかさ、もっと違う反応ないの、もっと。そんな、やだ。やだ。無理。無理。社長。え、無理。え、かわいいじゃん、でも。下から上までさ、飲めますように見ないでよ。いいじゃん、かわいいね。本当にあんましないじゃん、そういう格好。え、だってなんかマーメイド系スカートだっけこれ。そう、マーメイドスカート。こうなんて着たことなかったじゃん。ない。こういう系の上の肩出すなんて絶対しなかったじゃん。しなかった。いいね、帽子もそうだし、このブルー系のあれもそうだし、かわいいでしょ。本当にね。おー、これケツが好きなんだよ。これパンティーラインです。これパンティーライン、山の手ラインが好きなんだよ。電車のこと言わない。山の手ライン、東海道ライン、パンティーライン。ね、いいね、パンティーライン。俺この電車乗りてえもん。やだ、もう。ほんとなんか普通に列車、普通にさ、わ、すごい綺麗、マジやばい。いや、かわいいよ。反応を聞けるかなと思ったんだけど、すごいよ。いいね、俺それでなんか通勤しても、そのパンティーラインで俺通勤してよ、あの列車乗って。やだ。
トロッコでも乗るよ多分。いや大丈夫似合ってるこれの方がいいよこれの方がいいよ、うん、こういう方がいいと思うよ。え、なんじゃあ今までのなんかうい、今までも可愛いカジュアル系はもう、いやカジュアルも好きだし俺ストリート系好きだからいいけど、その二刀流なんなよ。二刀流、そう二刀流、ほらキリトンなんだ、キリトン、ストリートいいじゃんいい、これでおじさん興奮しちゃうぜ。え、じゃあさ、これで初めて初デート来たらどう思う？ね、ほんとにやだー、ね、絶対、ああ絶対、嘘嘘嘘嘘、世の男性はそんなこと思わないと思う。ああいいえ、座んなよ、おいで、うん、ここ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 なんでここだよ、座って早く、してるいいから、座れや山手線ラインの指定席、そうそうそう、パンティーラインパンティーラインパンティーライン山手のライン、パンティーラインえ、座んとこつく、おい、おおクン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 、いやマジでやばい、え本当にやばいよ、いいかと座るやん、座ってるよいいか、なんでなんでそんなやつ叫んだよ、こっち来いひもすぎて叫んでんだよ、来いよ本当にちょっとなんで隠すんだよ変なことしないよ、いやだってもういやもう、うん、もう顔からや、おおおおってだってあんたすげえなこれな、で顔からにじみ出てんだ、何がエロスが、エロスがいや全然可愛いよ、すごいなんかふんがふんがすごいよ、なんかここだけここら辺すごいムンムンしてるふんがふんがってしてる、やだふんが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 なんかさ、こういうたまにはさイメチェンして刺激があった方がいいかなと思って、いつもさ一緒にいるとさ刺激なくなっちゃう、いいじゃんその可愛い、じゃあ朝出かけたのダセー服は捨ててきたのかひどい、嘘嘘嘘嘘、あの服さ私が何時間もかけて嘘嘘だって買った服、あのダセー服は捨ててきたの、ねえ日頃からそういうふうに思ってた、冗談っつって冗談やがな、冗談がきついわ本当に、冗談だよ、いいじゃんそれ、あいいじゃん、可愛いでしょ、なんで俺を避けるんだよ、いやだって覗くじゃん、絶対よ、ほら悪いよ絶対覗くじゃん、え、それマーメイド、まあ、じゃあ泳げんの、いや泳げない、じゃあおじいさんと泳ごう、どこでか、海で海水浴そう、アナゴさんと泳ごう、マーメイドとあ唇フライアウェイでブルルルスイミングしようね、アナゴ、そうアナゴブルルルスイミングするおじさんにその生足を見せてくれ、あ、ちょっと歩くとこうやって足が出るの、舞踏家って感じだね、どういうこと、足が筋肉質って痛いんですか、おじさんそういうの大好きなんだよ、褒めんの下手くそじゃね、おじさんと一緒にスイミングしよう、ひどくこれ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 ひどなんで気を回すこれこれどうする、一旦落ち着いてこれすごい、一旦落ち着こう、落ち着こう、それが大人になるってことなんだよっつって結構ブロ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 、すげえなこれ、落ち着いて、あとねもう一個ねあるの、何がもう一個ね、もうめっちゃめっちゃ可愛くてセクシーな服をもう一着あるの、どれ、着替えてくれ、はい着替えてくれ、じゃあ目つぶって待ってて、待ってちゃんと目つぶって言ってね、本当だびっくりするよ、え、そんなのえ、スケルトン、まあシースルー、うん、まあまあそういう系、まあ、せいちゃんが好きだなっていう服、あい、来てこれ絶対目開けちゃダメだよ、そうだ、はい、まだ目開けちゃダメだよ、うん、着替えたの、え、着替えたの、着替えたよ、楽しみだぜ、はい、どうぞオープン、オッケー、オッケー、どーんどうでしょうか、なんか顔青くなったよどうでしょうか、きめえな俺もうやだもうもうやだ、また俺が編集すんだろこれ、まあそういうことになりますね、うるさうるさうるさ、もうやだもうねえ、やばかったよこれは、何、あの世の男性みんないいっていうファッション、まあだと思うよ、可愛いと思うもんだって、
まあ確かに、なんか女性からしても可愛いなと思う。でもこれを自分でまた編集するっていうのは本当にきつい、マジで。いやーね、どう、ちょっとあれじゃない？それもさ、動画に映したらいいじゃん。いやもうそれはなんか いつかまたこういうとこあったら俺のチャンネルでね、うん、そう、あ、そう、俺のチャンネル登録してくださいね。さりげなく宣伝、ちょ、登録してくれ、インスタも登録してくれ。もうこれぐらいキモいことやったんだよ。これぐらい宣伝欲が半端ない、うん、欲がすごい、欲がすごい、欲の塊。じゃあ今から俺が言うことは絶対に笑わないでください。わかりました、いきますよ、これ本番だから。ネズミ？チーズ？これ、うざくない？これチーズ？これ、うざくない？うざくない？